レンコンが安かったから買いました。だからエピっちゃってゴー。今回は3種類のベーコンエピを作るから、ぜひ最後まで見てくださいね。物心ついた頃からエピが好きだった。私は今エピと向き合っている。いろんな組み合わせが頭に浮かんでくるんだ。これがエピズハイというものか。レンコンと合わせるのは里芋。ねえみんな、絶対合うと思わない？ここまでの工程は目をつむっていてもできる。問題はこっからだ。どうする？果たしてこのレンコンをどうやって並べればいい？そうか、こうやって互い違いに。里芋はこの上にオリーブオイルは味の接着剤、塩コショウで味付けをして、これで包んでしまえば。ダメだ、高さがある。レンコンの角が尖ってる。生地が耐えきれない。破れる。いや破れない、私ならできる。できるんだ。ほら見てくれみんな、破れてないだろ。へへ、どんな問題？今まで数百本包んできたから。いや20本ぐらいだ。でも確実にうまくなってる。へへへ、自信ついてきたぜ。よし飲もう。やっぱハツだよな、ハツが一番好き。ごめんよスナズモ、今はハツが食べたいんだ。そんな気分なんだ。あ、焼けた。いただきます。お、うまい。先が進む。このまま飲み続けたい。いやダメだ、私はこいつをエピらなければいけないんだ。実は確信している、こいつは絶対に合う。ベーコンの旨味にチーズのコクを足し、さらにハツの独特な食感をプラスする。これで完璧だ。いや待て、足りない。来い、お前が必要なんだ。愛してるよ。チュ。肉とハラペーニョの相性は抜群。体ぶちが証明している。あのうまさを思い出すんだ。わかるだろ。ならいっぱい乗っけていいよな。もっとだもっとだもっとだ。これでうまみの限界を突破、次のステージへ。退屈な日常とはおさらばだ。積み込んでやるぜ軽々と。お前のそんな部分も全て愛してやるぜ。コロコロとな。はい、できたぜ。俺のバーニングハートがダンシング、この真っ赤なプチトマトとともに。モッツァレラ、お出ましだ。少々根を張るがこいつを試してみたかった。嫌な予感がする。なんだこの身の騒ぎは。落ち着け。大丈夫、きっとうまくいく。トマトとモッツァレラで失敗する方が難しいってんだ。さらにニンニクをプラスする。そう、オリーブオイルは味の接着剤。塩とコショウを振りかけて包み込んだら、これはまるでイタリアそのものじゃないか。大勢準備完了。さあ羽ばたけ。これはなんだ？レンコンと里芋。いいじゃん。次はお前だ。誰だ？おお、ハツだ。ハツとハラペーニョだ。うわー、そしてラスト、トマトとモッツァレラチーズ。絶対うまい絶対うまい絶対うまい。よっしゃ行くぜ、お前たちは新しいエビだ。自信持っていけ。まるで我が子を見守るがごとくオーブンを見つめる私の前に現れた焼きたての新キャラ3本。実食。レンコンと里芋のベーコンエピ、見た目はいい感じだ。果たして味はどうだ？レンコンのサクサクと里芋のねっとりした食感がベーコンエピにバッチリ合う。うまい、大成功だ。楽しい。来たぜハツとハラペーニョ、お前には期待している。今回一番のダークホース、焼き上がりの見た目もいい。さあいただくぜ。どうだ？最高。よしラスト、トマトとモッツァレラチーズ。これ焼いてたらチーズ溶けちゃってかなり外に出ちゃってた。でも半分くらいは残ってるはず。さあどうだ？うまい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。次はエビとバナナ。